ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。スーパーマリオメーカー2宿題企画続きやっていきましょう。はい、週末のねライブ配信で、クリアしきれなかったねコースを宿題としてねやっていく企画でございます。これをやっておかないとまたね週末のライブ配信で宿題溜まっちゃうからさ、早速やっていきましょう。はいはい、トップバッターは鼻毛星人さんのマリオ刑務所脱獄物語でございます。クリボー、ノコノコは囚人、ブンブンは刑務官、キラーは監視カメラ、クッパジュニアは象徴、オンオフスイッチはブレーカーということですね。はい、まあこの監獄からね脱獄していけっていうねちょっとストーリー性のあるね、コースでございます。クリア率 0% ですから、78回、プレイされてねまだ0回ですからね。さあ一番乗り目指してやっていきましょう。さあルイージ頼むぞ。これはねスーパーマリオのままゴールということで、最初にねこうやってキノコをもらうんだよね。まあルイージで言ってるからねスーパールイージなんだけれども、スーパールイージ状態を保ったままゴールしていくというねコースでございます。ライブ配信でねそこそこ進んだのでやり方はね大体覚えてるんですね。ここに爆弾くんがいるから上のブロックを壊していく。はい、オッケー。そしてここのねブロックを事前に壊しておくんだよね、このヒップドロップでね。はい、ここにねおっきいノコノコがねうろうろしてますね。この子を使っていきます。よいしょ。はい、これでねまた右側のこっちに行けるんだけど、こっからなんですよ。このキラーからね飛んでくるのはこのねあの本当にいつものキラーじゃなくてねお魚ミサイルなんですね。この上なんですよね。扉あります。これ扉ね、はっきり言ってこの左から入って右から出るっていうだけのね、言うたらなんていうかな、リセット要因だよねこれはね。リセットするための扉なんです。で最終的に鍵をゲットして、こちらのね右側のこの扉に入っていくというねコースでございます。いやー、このね左のね大きい爆弾くんがねキーになってくるんですよ。この爆弾くんをうまく使ってこの下のねこのブロックを壊して右の土管に入っていきたいんですよね。さあやっていくぜ。このね危ない危ない、この一番ね角を狙うと危ない。 OKOK で爆弾くんいなくなったでしょ。で一回扉に入ってリセットするんですよね。すると爆弾くん回復してるから、骨ミサイルに気をつけながら爆弾くんをねこちらまで誘導しないといけない。これが難しいんですよ。いくぜ。よいしょ、気をつけろ。よいしょ、ナイス。ほんでリセットして爆弾くん回復して、この爆弾くんをですね、あかん、難しいね。これちくわブロックまず落とさんとあかんねん。ちくわブロック落とさんとあかんねんけど、ちょっと待ってよ。あか、踏んじゃ、あか、あもうダメージ食らったらアウト。もうダメージ食らったらアウトなんですね。ちくわブロックをうまいこと落として、誘導しないといけないんだけど、何度も言うけど。それが尋常じゃないんですよ。尋常じゃねえんですよ。こうな。こっち来んの？あ、こっち来てもいいんか、別に。こっち来てもいいんだ。これな今ちょっと条件満たしてませんけどね、これをやりたい。ちょっと見といていい？ちょっとカンニングしていいかな、この先どうなっていくか。お？クリア？もしかしてクリアっていうわけじゃない？うん、クリボー。あ、雪の面だね。ちょっと滑るよね足元ね。ゴールないかい。ゴール、うわ、ない。やっぱブンブンや。ブンブン出てきた。宿敵ブンブンが出てきた。これ倒したらクリアかな。お、やば。はいはい。こっからな。気をつけろ。まずは稼働。
でミサイルかわしながらこっち行く。でリセットする。ほんでまたでこいつ蹴って壁壊していく。オッケー。この状態でリセットするとお前くぐれる？それあくぐれるくぐれる。でこいつそうそうそうちくわくん落としてお前落ちてこいよ。来たね来たね来たね。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。今回サクッとクリアしちゃうんじゃねえかねえ。あのブンブンを倒すとねクリアの可能性ももうあるからね。はっきり言ってちょっとお前たち邪魔だからね先にやっつけといてと。でもねブンブンごめんね。ちょっともう倒し慣れちゃってさ僕はめちゃうよ簡単に。悪いけどさ。よいしょ。あなんでやねん。いやいやそんな簡単にねサクッとクリアしちゃうと面白くないでしょ。でそんなことよりさほらこの BGM で雰囲気でねほらうまいことねルイージ使ってるでしょ。なんかルイージマンションみたいなねそんな雰囲気しますよね。ルイージマンションしたことないけど。はいオッケーオッケーです。わろたわろた。よいしょ。あもうこの辺慣れてきたな、はっきり言って。でミサイルかわす、お前蹴っていく。おい。はい、からのリセット。で、一回こう左で、左行って、この子飛び越していく。で、あかんかミスったか。あー、ミスった。もう一度チャンスをください。もう一度チャンスをください。もう一度チャンスをください。さっきまでそんなん飛んできてなかったじゃないですか。ちくわちくわちくわ落とす。オッケーオッケー。いらっしゃいらっしゃいらっしゃい。あのブンブンあれだな前回ね散々スーパーマリオ3のねスキンのブンブンやっつけたんだけどそれと若干タイミング違うから気をつけろ。完全に起き上がってからも落ち着いて踏むでいいんじゃないか。そんなテクニックなんて必要ないんですよ。テクニック必要ない。で、足場が滑るから、ちょ気をつけなさいよっていうだけ。なんで、いやもうそれよ。もう足場に救われんね、ほんま。ふざけろ。足場に救われるって何やねん。お前、足場に助けてもうたことあんのか、お前。日本一日本語が怪しい実況者になっていこうか。そのスタイルでいこうか。足を救われるでしょ、お前。その辺ちゃんとせえん。こっからね、くるくるくるってしてくるからね。いけ、なんでそう一回クルクルクルーをクルクルクルーを止まってからいやなんでいやーブンブンとはね本当にいいお友達になりそうだ。本当にお前の夢見そうマジでお前の夢見そう。じゃあいや落ち着いたらね問題ないんですよ。要は2回踏んでからなんでやねん。いやなんで今のはおかしいでしょ。完全に踏みましたよ。完全に踏んだっちゅうのふざけろさあさあお待たせいたしました。全国のねブンブンファンに対してね配慮してやってたんですよ。当たり前じゃないですかこんなやつで倒そうと思ったらね飽きるっても簡単に倒せるんすよこんな悪いけどさいや本当にブンブンファンも中にはいるからね。だからですよそんな簡単に倒しちゃうとね。なんでやねんふざけろお前二度と出てくんなお前マジでほんま胃にさらせお前。ほんでごめんちょっともう条件満たさないんだけどね戻るわ。ほんでいやーもうそういうの困るわ本当に。ほんと困るそういうの。もうお断りですわ。で、ここ入るとえ何お前見たことないってもう BGM もないわお前。悪いけど悪いけどお前ちょっと文具お前 BGM ももう与えてもらえへんわお前ごとく。はいお疲れー。なんで BGM もないの。 BGM ありましたよね。 BGM も与えてもらえへん。もう飽きたってことね。オッケー。ほんならこの先ね、あのなんかちっちゃい赤ちゃんクッパみたいなやつ、あれの倒し方なんかこれ知らんぞ。あ、これスピンジャンプあんのね。これ掴むんちゃうかな。ありえるね。まずは動きが知りたいな。どういう動きしてくんのか。いや、6つ。いや、6つ。え？ちょ、噛んで、あれ？本体はこの上のちっこいやつ？ちょ。何それ何それ
うん、悪いな。ちょっと元から BGM なかったみたいな。お前、部分悪いな。なかったみたいです。はい。いや、本当にね、今回はね、実はね、もう最初のステージから言うのもあれなんだけど、残りの宿題3つなんだよね。これも合わせて3つなんで、ちょっとね、動画の尺足りひんかもとかね、アップで心配してたんだけど、全然大丈夫そうですね。これな、まずファイヤーかわす。ここ落ち着いて。いや、それ無理や。絶対無理やん。いや、そのタイミング絶対無理やん。なあ、ブンブン聞いてくれよ。あいつお前チートやぞ、お前。チート出てきやがったぞ。どうしよっかな、マジで。なんとか、ああ、でもね、やっぱりね、この世のね、言葉の中には、先手必勝っていうね、言葉があるように、やっぱ先手を取っていくっていうのがね、大事かもしれないな。先手必勝で行ってみるか、一旦。もう間髪入れず踏みに行く。とにかく。いっきょ!ほら、見たか!いや、もうそれ絶対当たるタイミングやん、そんな。むしろ、ずっとこれどう?ずっとこれどう?ファイヤーだけちょっと勘弁。ファイヤーはちょっと勘弁。くる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 、なんでやねんって。そういうの勘弁して、もうはめろ。もうはめろ。もうはめたれ、もうこうやって。なんで?いやー、ちょっと見えてきたね。あのやり方で合ってるんちゃうか。ちょっとごめん、ブンブン、ちょっとお前練習させてくれへん。いや、お前のタッパじゃ無理か。お前のタッパじゃくるくるジャンプじゃ届かへんよな、お前の頭はな。いやー、お前で練習させてもらいたかったんだがな。いい練習相手なんだよね、お前雑魚中の雑魚だった。ダッシュしても部屋入るなり、ダッシュくるくるジャンプで一回踏んどいて、でもそっからもうずっと踏みっぱなし、跳ねていくっていうやり方だ。火を吹かさないっていうのがポイントになってくるんちゃうか。いけ、これ。気をつけろ。あかん、チビが回復した。気をつけろ。いけるぞ、落ち着いて。お前はできる子や、ナイス!見た?スーパープレイだったんじゃねえの?え、なに?うーわ、勘弁して。ちょっと待って、右側にもあったん分かってんだよ。右側にもあったん分かってるから、多分同じ距離で出てくるから、ちょうどオンオフスイッチの、この下ぐらいに両サイド、飛んでくると思うんだよね。ほんで、上の段の砲撃はオンオフスイッチに必ず当たるから、これはオンオフで切り替えてもダッシュ駆け抜けるでいいと思う。ナイス!まだ続くんですか?この先どうなってるかわからん。めちゃくちゃ怖い。もう死ぬほど怖い。あ、ゴールやったー。いやー、白熱しましたね。とにかく、マリオ刑務所脱獄物語、脱獄いたしましたよ。まあ一応ね、まあ、絶対ね、遅いんですけどね、タイム的にはね。まあただね、誰もクリアしていなかったので、一番乗りをつけさせていただきました。ありがとうございます。鼻毛星人さん、ありがとうございました。はいはい。お次はですね、セラピーさんの簡単なコースというね、コースでございます。とても簡単ですよっていうね、これカタカナで書かれたらね、気持ち入ってない感じでね。まあ僕クリアできていないということはね、結構難しいんですけれどもね。で、見てくださいよ、クリア率を。1449分の36、2.48%。確実に難しいからね。そしてベストタイムは、しゃもじプロの15秒118。この人、ほんまに、ありとあらゆるコースのベストタイム狙っていっとるからね、マジで。おっしゃ、今回もしゃもじープロに勝てるかどうかやっていきましょう。はい、やっていくぜ。ラグイって言ってるよね。まずはこのね、壁を、この壁キックっていうのを、僕はね、まあ三角飛びって呼んでるけどね、それで登っていかないといけない。トゲトゲにも注意してね。よいしょよいしょ、というミスが発生するから、まあ正規ルートではないかもしれないんだけどね、生放送中にここにね、このブロックをね見つけてるんですよ。これ使わせていただきましょうよ。よいしょ、度数も落ちてくるの分かってるからね。はい、これクルリンパでここ乗ります。ここもクルリンパジャンプで越えていく。そしてね、ここにドッスンがいてね、ほら、炎ポンポンポンって飛んでるでしょ、あれ。アコを越えたところに、土管があるんだよね、確か。そこに着地しないといけない、やっていこう。くるくるジャンプでね。
多分この辺。あ、行き過ぎ。あー、簡単簡単。うん、確かに簡単なステージですわ、セラピーさん。セラピーさん、セラピストなのかな、わかるけど。セラピーしてほしいわ。最近ちょっと心病んでるからさ。よいしょ。行くぜ。もうほんま、炎のこのギリギリ。あ、そう、こう、ナイスナイス。で、ここにトランポリンがあって、僕は、これをね、トランポリン重ねて、で、ジャンプして右側行くんじゃねえかと思ってたんだけど、実はこの土管も入れるんだよね。ここに出てくるの。ここに出てくるんですよ。またくるくるジャンプでドッスンを誘導して左上の土管に入っていくのか。待てよ。ここにあるトランポリンを持っていけるのかい。持っていけるね。持っていけるね。ちょっと待って。これどうなる？おお。でもこのジャンプではドッスン乗れないよね。乗れないよね。くるくる。あ、ちょちょ、そのジャンプじゃねえんだよ。例のくるくるジャンプは無理だよね。ほんで飛距離的にも無理だわ。あ、ナイス。あ、違う、ナイスじゃない、ナイスじゃない。あ、どっか行ったぞ、あいつ。あいつどっか行ったぞ。ちょっと待てよ。え？これで誘導してドッスンって刺して。置いてか、あかん。まあ無理や、まあ無理や、それは無理だ。あ、どうだ。まあどっすんね、いてもね、僕いけるんだけどね。ほら慣れてるから。一回アクは無視して先進んでみるか。例のトランポリンのやり方で。よし、これを使って一回右側に行ってみましょう。どうなってるかだけでも見たいからさ。そこで確かね、ライブ配信ではタイム、アウトだったんだよね。お時間いっぱいでございますってなったんだよね。なんや、地味にむずいんだね。くる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 で、くるくるくるで、ナイス。ドカン。ちょっと待って、ここ入ってる。謎はすべて解けた。二ルートあるってことね。ああ、よかった、すっきりした。なんだ、この先か。ちょっと待って。初見でさすがに滑ってはいけへんからね、言っとくけど。初見で滑ってなんか絶対いけへんから。あ、ゴールあり。あ、待て。これ滑っていって、その遠心力でうまいこと、あのね、ゴールの旗のところに角度合わせて飛んでいくんだ。うわ、これ楽しそう。超楽しそう。行くぜ。この辺。あ、惜しい。さあ、やってきました。あの角度でよかったんだけど、最後ね、1クルリン必要だわ、1クルリン。オッケー、やっていくぜ。この辺で飛んで1クルリン。飛びすぎかー。はい、次ね、クリアできますよ。絶対できます。コツはつかんだね。よいしょ。やっていくぜ。いや、これもう忍者もね、最初鬱陶しかったけど、もう本当に、だんだん癖になってくる。忍者が癖になってくるね。よいしょ。あー、ちょっと手前すぎるか。押せない、押せないか。あ、ナイスナイス。そうそうそう。考えるやん、お前。頭まで賢くなってきちゃってる、イージー。お前、助かるな。ちょ、難しい。タイミング難しい。タイミング、わかる。それは難しい。難しい、難しい。ほんま難しい、これ。このタイミング。A ボタン押しっぱなしではね、ダメなんですよ。それではダメ。タイミングよく、A ボタンを押していかないといけない。ちょっと一回言うか。これな。これな。いや、慣れたもんだね。本当にね、皆さんのね、ステージのおかげで僕はね、ちょっとずつ上手くなってきてますから。先ほどは飛びすぎたから、ちょっともうちょっとだけ溜めてから、クルリンジャンプね。行くぜ。この辺でクルリン。惜しい。ちょ、何してんねん。何をしてんねん、お前は。さあ、ルイージ選手、頂上にやってきました。今回はね、どんな記録が出てくるのか、世界の挑戦です。よろしくお願いします。ゴー！いけ！クリ！ナイス！お見事でございました。気持ちいいね、クリアしたらね。はい。ということでね、ベストタイムをね、ちょっと喋ってたんでね、狙えなかったんだけど、まあ、本当にね、タイムだけ狙っていったら、でも15秒はさすがのしゃもじプロだな。早いよね。セラピーさん、ありがとうございました。はい、最後のコースなんですけれどもね、こちら
オイラオイラさんのねコースになってくるんですけれども、この人確実にね、オイラってね、もう絶対自分のことオイラって言いそうだよね。そして優しそうなその目それをね見てもらいたくてね、このねカットから撮ったわけなんですけれども、はい、ステージ的にはこちら P スイッチの逆襲、 1990X 年のある日、キノコ王国ののどかな町の外れにP スイッチが墜落する。墜落現場のすぐ近くに住むマリオはその様子を見に行き、てんてんてんということですね。まあ、今回はね、まあ、ルイージでプレイさせていただくんですけれども、ベストタイムは E イコール MC 二条さんの28秒649、まあ1226分の29だからね、クリア率 2.36 だから、まあ、そこそこ難しい高難度ですよね。やっていきましょう。ちなみにこのねステージを紹介してくださったのは赤髪のパシャー様でございます。さあやっていきますよ。ちなみにねこの初代スキン、僕ねかなり好きなんだ。はい、これね、あの砦というかね、地下の、まあ映像というかね、そのステージなんですけれども、これね、まあネタは分かってるんでね、もうライブ配信でやってるからね、要所要所にこの P スイッチが出てきます。基本的にこの P スイッチをね踏んじゃうとダメなんだよね。ブーってなって、まあ何すかこのねブロックで構成されているんで、コインになって足場が消えちゃうんだよね基本的に。なので P スイッチを踏まない、P スイッチが今までねマリオとかこのルイージたちのね言うたら助けになってきたところを、このステージに関しては P スイッチは敵なんだよね。ポー言うてね、マイケル・ジャクソン並みのこのね規制を上げていく。よいしょ、危ないよ、 P スイッチがどんどん来るからね。確かこれキノコじゃん。あ、ちょっと待ってP スイッチにキノコ取られた、こんなことあんの、めっちゃおもろいやん。でクリボー落ちてきます。それ無視して、確かここだよね、第一の関門だ。でここでバリケードしといて、クリボーもう来ません。さあ P スイッチを起動させないようにトランポリンに乗っていかなければならない。行くぜ、これな、見た、はい、ここで中間セーブ。一発クリアあるんちゃうこれ。ナイス、あかん、うっそやーん。まあ一発クリアはないですよ、そらそうですよ、普通ないでしょ何今のボンミス。ということでね、やっていきましょう。ここのねブロス君がね非常にトリッキー、非常にトリッキー。ナイス、ちょっとでもね触れちゃうとね判定で P スイッチ押しちゃうからね。そしてちなみにここなんですよね、 P スイッチを回避していくというよりは、一度ね P スイッチを踏んで、下にねほら僕の真下に実はちくわブロックがあるから、それを使っていこうというね作戦に、ライブ配信でもね出ておりました。これね、ここでこのジャンプジャンプってしてね、この P スイッチの効力が切れるまで粘るっていうやり方をねやっておりました。オッケー、こっからだな。ここもね P スイッチを押さないように音符ブロックに上がっていく。よいしょ、ここな、ここ何回も僕死んだんですけども、やり方としては下にねこうトランポリンあるでしょ、これをまあ、ポンポンと僕自分も跳ねながら、この P スイッチを右側の地面まで運ばないといけない。それいくぜ、そこでね、わっしょいわっしょいってしてね、ちょっと待って、あ、潜れる、あ、裏技発見、裏技というかこれが正規なのかな。ちょ、そうそうそう、落ち着いて、台本通りにして、台本通り。オッケー、ほんで P スイッチ踏みます、ジャンプ台下に落ちます、ここ乗っていきます。え、わからん、オッケー、あ、嘘やん、こんなにサクッとクリアしちゃっていいわけわあ、もうちょっとボケた方がよかったね。はい、ということでね、結構サクッとクリアしちゃったので、せっかくねオイラさんがね作ってくださった、そしてねパシャーさんがねこのステージ面白いよって言ってね紹介してくださったから、ちょっとベストタイム狙ってみる。さあタイムアタックバージョンやっていきましょう。とにかく急いでね、ここ一気に行ったら絶対落ちるから、あ、その間入っていきたいな。
そういや、タイムアタックってね、あんまりしないからさ。これ多分一気には無理。何回かやったよ、俺。そう、絶対失敗するっていうね、タイミングがあるんだ。キノコとかもう、キノコとかに頼ろうとするのがそもそも間違いになってくるから。あちゃちゃ。よし、ナイス。ナイス。でも今のところありだな。今のところありやな。ちなみに、これ倒しといて、いや、倒しといてやって。これ中間セーブからのスタートってどうなのどういうタイムのあれなの。これこのまま飛んでいこうかなってね、ちょっと思ってたんです、僕。まあ、それは無理か。ここ一気には無理よね、さすがに。一気には無理。これ時間食うな、しかし、このやり方じゃ。踏まへんやり方の方がいいんでしょうな。踏まへんやり方の方がいいんでしょうな、多分。上がれ。一応狙っていく。一応タイム。いや、まだ分からんから。ちょ、そういうのいい。台本通りにやって、台本通り。よし。で、乗っていく。もう一気に。もう全部。あ、どう？さっきよりは早いけど。さっきよりは早いけど。さあ、タイムは。うん、絶対に無理。はい、ということで、ちょっとね、オイラオイラさんをね、リスペクトしちゃってますけれどもね。はい、今回もね、たくさんのコース作っていただき誠にありがとうございました。皆様のおかげでね、本当にちょっとずつね、僕も上手くなってきてる感じがするからさ。さてさて、次回のね、スーパーマリオメーカー2のライブ配信は7月21日日曜日夜9時からでございます。まだね、もうちょっと時間あるかなと思いますんで、もしかしたらね、この動画が週末に上がっちゃってるかもしれませんがね、ライブ配信でもね、素敵なコースお待ちしておりますよ。ということで、今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価、よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。